前回までのあらすじ。清盛は溜まりに溜まっていた後白河法皇への不満を、ついに帳宮への軟禁という形で実行に移します。後白河法皇の息子である高倉天皇は、恐れ悲しみます。すべての良い行いの中でも、孝行というものが一番最初のものである。優れた王は、孝をもって天下を治めるという。伝説の名君である行は、老い衰えた母を大切にし、春は頑固者の父親を敬ったという。その名君たちを手本としようとしている高倉天皇のお心は素晴らしいものである。高倉天皇のおられる代理から、後白河法皇のいる帳宮へ密かに手紙が届けられた。こんな世の中では、宮中に留まっていてもどうにもできませんので、出家された昔の帝たちを偲んで、宇多天皇の後を訪ね、火山天皇の後を訪ねて流浪する行者になりたいと思っております。と書かれている。後白河法皇は、そのようなことをお考えになってはなりません。そこにそうしておられるからこそ、頼みにしているのでございます。出家などしてしまわれたら、何を頼りに生きていけばいいのか。どうかこの老いぼれの行く末をお見届けください。と返事をお書きになる。高倉天皇は、その手紙を顔に押し当てて涙を流すのだった。君主は船、家臣は水。水は船を浮かべ、水は時に船をひっくり返す。家臣は君主を守り、家臣はまた君主を倒そうとする。保元平治の乱の時、清盛は君主を支えていたが、今はないがしろにしている。古い本に書かれている通りのことが、今行われているのだ。長く帝に仕えてきた者たちも亡くなってしまい、今孤狼として残っているのは、藤原の成頼殿と藤原の近則殿の二人きりである。彼らも働き盛りなのにもかかわらず、こんな世では出世したところでどうしようもない、と出家して、それぞれ大原や高野山でひたすら御世を願う生活をしている。秦の時代、隠遁生活をした人たちがたくさんいたというが、彼らとて博学、高潔であったがゆえに世を逃れたというわけではないのだ。中でも高野山におられる藤原の成頼殿は、都で起きていることを伝え聞いては、ああ、早くに出家してしまっておいてよかった。このような身で噂として聞くなら何ともないが、実際に宮中にいて、この目で見ていたらどれほど辛かっただろう。保元平治の乱さえひどいものだと思っていたが、世も末になるとこんなにもひどいことが起きるんやな。この先どんなことが起きるかわからないから、雲をかき分け、山を越えてどこかに逃げてしまいたいものだ。というのだった。全くまともな人がとどまっていられる世だとは思えない。同じ年の11月、天台座主の各界保身王が座主を辞退し、かつて無実の罪で流罪にされかけていた前座主の明雲大僧正が復職した。清盛はこのように好き放題のことをしていたのだが、中宮は自分の娘であるし、関白殿は自分の婿であるので、何事につけても安心だと思ったのか、政務は高倉天皇にお任せする、と福原の別荘に戻っていくのだった。清盛の次男宗盛が急いで高倉天皇にそのことをお伝えするが、高倉天皇は、後白河法皇がお譲りくださったのなら私が引き継ぐが、そうではないのだから、摂政を関白と相談して、お前の好きなようにすればよい、と全く聞き入れられなかった。後白河法皇は、帳宮で過ごしておられたが、嵐の音ばかり激しく、月の光も寒々しく、庭には雪が降り積もり、池には氷が張って、鳥さえもいない荒涼たる風景だった。夜は寒々とした中で打たれる絹田の響きがかすかに伝わり聞こえ、明け方には氷をきしませる車の音が聞こえる。市中を往来する人や車の忙しそうな様子は、この辛い世の中を生きていかなければいけない庶民の様子が思い浮かべられて哀れである。何を見て何を聞いても心痛まないことはなかった。何かにつけてかつての宮中での楽しかった生活を懐かしく思い出しては涙を流す日々だった。